こんばんは、スーパーハイレグ女子のあまちいちゃんです。はい、このチャンネルでは私の好きな作品を紹介するだけのチャンネルです。今日紹介する作品は戦国バサラという作品です。これはですね、この作品はですね、もともとはカプコンさんの、戦闘ゲームでです戦闘ゲームで、アニメ化もして、アニメ3期やりまして、で映画化もして、舞台化もして、ね、もう大人気作品でございます。で、まあ皆さん知っている通りレッツパーリーですはい、レッツパーリーの作品で、アニメは親方様武田信玄さんに仕える、真田幸村のあのね物語から始まるんですけれども、ね見てください。イケメンがいっぱい出てくるし、なんかなんだろう、作画が綺麗。なんかもともとゲームが、なんか 3D ゲームなんかのアクションゲームなので、すごくもともとの絵も綺麗で、それでアニメ化もしていて、あの戦闘シーンとかもね楽しい、レッツパーリーも面白いけどなんか、はい、楽しいのであとね、私としてはなんか私あんまり武将とかね、戦国のなんかなんて言うんですかねに全然興味がなくて全然覚えられなかったんですけど、戦国武将をなんかイケメンだとさ、やっぱちょっと覚えられるじゃないですかということで覚えられると思うので、ぜひおすすめです。まあ、なんでねそんな、なんかあ、まあ、一応見てはいるんですけれども、まあ、こんなざっくりしかしてないのに今日それ紹介したかっていうと、さっきずっと長政様なんか遊んでたじゃなくて、一人でめちゃくちゃ練習してたんですけど、全然モノマネ上手くならなかったですね。全然モノマネ上手くならなくて、ね、だからもうなんかどうしたらモノマネ上手くなるか教えて教えてくださいはい。あ、しかもでもこのね戦国バサラは最初は2005年からね、あのゲームが発売になっていて、かなりねすごい、あ、もうかなり歴史の長い作品になったんだなって勝手に思ってましたはい、以上です。あのちょっともうちょっとね、明日からちゃんとできるようにしますこの配信最後まで見てくださってありがとうございました。それではまた明日。だらく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 